さあ、ランサの会の三国展舞動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はアップデート情報をお届けしていこうかなと思うんですけども、今回のアップデートでの目玉って言ったら2つありますよね。1つが超運、武神支流の突破で、もう1つが好感度システムですね。ここら辺に踏み込んで説明していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。で、アップデートの内容の表示されている場所というのが変わってまして、今左下に軍事イベント特典とありますけども、この特典のところから今までは設定が見えてて、設定お知らせでアップデートの内容が確認できたんですけど、今回変わりまして、自分のアイコンをタップして、で、ここ出陣武将と書いてて矢印マークがついているところの右に設定とあります。ここをタップすると、あの以前の設定画面に出て、ここでお知らせを見ることによってアップデート情報が確認できます。で、メンテナンス内容なんですけど、武将星7福の神イベント武将武神支流突破システムを開放、武神支流の突進距離とダメージ範囲を向上調整、武神支流が突進途中にターゲットとして狙われなくように設定、ちょっと日本語がおかしいですね、ということなんですけども、突進距離とダメージ範囲が向上というのはですね、これもう文字の通りしっかりとね、実装されてるんですけども、口でね説明しようがないので、これはとりあえず置いておきまして、で、武神支流が突進途中にターゲットとして狙われなくなるというのがですね、例えば援軍を支流で釣りますよね。で、スキルが発動したら、その援軍っていうのはもし他にターゲットがあったらそっちに移動するみたいなことになるということなんですね。これはかなり便利だなと思います。援軍処理でもいろいろ活用していけるんじゃないかなというふうに考えております。で、実際突破、どのような突破になっているかと言いますと、一応僕もう突破の方は終えました。で、内容が、1段階目は秒間攻撃力 5% アップで、2段階目が通常攻撃で体力が 50% 未満の目標に対するダメージが 30% 増加ということになってるんですけども、で、支流がダメージを与えた敵武将が5秒以内に死亡すると自身の闘気を5秒獲得ということで、これ闘気を獲得する機会っていうのがめちゃめちゃ増えてますよね。例えばここ覚醒で、さらに攻撃一発ごとに 30% の確率で闘気、あ、これは相手の闘気か、ここか、これで闘気をどっかで獲得できたと思ったんですけど、僕の勘違いだったようですね。すいません。相手の闘気を減退させて自分が闘気を獲得できるみたいな感じの、突破になってるんで、これの2段階目はかなりでかいんじゃないかなと思います。で、通常攻撃で体力が 50% 未満の目標に対するダメージが 30% 増加というのがですね、これ、武将に対してなのか、施設に対してなのかというところなんですけど、武将は間違いなしに対応すると思うんですが、施設を壊すときに関してはどうなるのかというのがちょっとわかりませんけども、結構これは検証が難しいことになりますし、支流ってなかなかね、施設狙ってくれないんで、あまり気にする必要はないかなと思いますね。で、3段階目。体力が 10% 低下することに攻撃速度が 12% 上昇、同時に受けたダメージの 6% が減少ということになるんですけども、なんで、シールド効果と攻撃速度アップ効果が、こう、体力が減るごとに、まあ、加算されていくということになるんですけど、この体力 10% 低下することの攻撃速度 12% 上昇っていうのはかなりね、いいですよ。あの死にかかってる時とかやったら通常攻撃の速さが尋常じゃないので、多分武将対武将とかで支流が怠慢になったりした時も活躍しますし、散歩してる時とかでもね、かなりパッパと施設を壊していくというような印象でしたので、この3段階目も相当いい突破ということになってるんで、持ってる方はね、まあ、最終段階まで突破するとは思うんですけどね、早めに突破して活躍させていただけたらなと思います。で、次、はい。好感度システムの実装。出陣するときに武将たちの心境を知りたいと思いませんか？いや、別に知りたかないけどな。好感度を高めていけば、特別な強化効果を受けられます。
戦闘プレイ、天下統一、工場領地、軍有走破、軍団戦、国戦等に参加して勝利すると一定の確率でギフトがドロップする。毎日最大12個のギフトを獲得できるということになってるんですけど、ギフトって何ぞやっていう話なんですけどね。武将で例えばここで、ここの好感度っていうところありますかね。プラスマークの左で210となってると思うんですけど、ここをタップするとこんな感じで、ギフト今弓0、剣1、扇0、盾0となってますよね。これがギフトです。これがランダムで手に入るということなんですけど、これねなかなか手に入らないです。っていうのが軍有もうすでにやってるんですけど、6回出征して2個手に入りました。で、工場は何回ぐらいやったかな。なぜここら辺がこのアップデートが終わってから出陣したここが5回か5回戦って1個も手に入らなかったので、最大12個と言いましても、果たしてこれ工場60回やったところで12個手に入るんかよっていうのがかなり不安なところはありますので、結構貴重なアイテムと思っていただいていいと思います。で、次、特定のギフトを武将にプレゼントすると好感度が上昇する。これ特定のギフトってありますよね。ということはギフトによって、好感度の上昇値が違うのかどうかというのが皆さん気になるところかなと思うんですけど、これをねちょっと今から実験していきたいかなと思います。はい、この支流今好感度210になってますよね。ちなみに僕縦に持ってたんですよ。で、縦1個上げたら好感度が10上がりました。で、もう1個の縦は軍団の方に頼んで交換してもらいました。剣とこれこ、プレゼントって書いてるの左に交換ってありますよね。これをタップするとこの自分が獲得したいのが例えば扇だったら扇のところに合わせて、で、剣と交換したかったら剣をタップして交換するを押したら、軍団チャットで交換ができるんですね。これを利用して、剣をこれもらいました。で、これをプレゼントして10以上上がるとしたら、その武将が剣武将なのか扇武将なのかというのを見て、それと合ったプレゼントをしたら好感度がより上がるということになります。そしたら押してみましょう。ほい。はい。20増加しましたね。ということは、剣武将に弓のこういうギフトとか扇のギフトとかあげても効率悪いということなんで、あげたい武将に対してまあ対応したギフトをまあ軍団の方に交換してもらって、であげるということをお勧めさせていただきます。で、次なんですが、もうここ行くめんどくさいな。元の場所でよかったんやけどな。どこまで行ったかな。次、ここは好感度が一定値に達すると武将アイコンと武将スキルを解放できるということなんですけど、武将スキルっていうのがねよくわかんないんですけど、多分ここの武将の体力 10% 増加とかこういうことやと思うんですよね。で、アイコンここにありますよね。なんで800に来たらこのアイコン、2000に来たらこのアイコン、3200が来たらこのアイコンで、4500が来たらこの竜魂、武将の体力 10% 増加というスキルが手に入るということになるんで、かなり先は長い上に体力 10% 上昇だけかよということになるんで、かなりおまけ要素は強いかなと思います。で、好感度が上限となった武将は司教を使って好感度スキルを解放できる。武将のいいねを返礼から獲得できるとありますけども、これが今20分の0になってますけど、好感度が4500に達成なったとしても、これが20ないとこの武将の体力 10% 増加という恩恵は受けられないということになりますね。で、この武将のいいね返礼から獲得できるとありますけども、これはちょっと後ほど説明させていただきます。で、次が、星7武将レベル上限まで育成し突破が完了すると主君のタイムラインに武将の気持ちが送信され、コメントすると武将好感度が上昇すると、これなんですね。で、主君のなんて読むんだろうこれの下の星7武将が3日ごとに一定の確率で気持ちを送信する。2日以内に特定数のいいねを集めると好感度が上昇する。
いいねが10に達すると、さらに特別サプライズも登場するよということですね。この特別サプライズというのは今のところ僕は分かってないんですけど、じゃあこの主君のタイムラインに武将の気持ちが送信されっていうのはどういうことかというのを見ていきたいんですけど、そしたら僕のマイスペースを見ていきましょう。遅いな。マイスペースの読み込みって結構時間かかりますよね。アンドロイドでやった時なんか途中で諦めましたもんね。はい、出ました。で、自分の気持ち、今旅毛がなんか言うてますね。この白衣旅毛こそ諸君にとっての役運である。諸君全てをかけて戦う気はあるか。諸君たちはどうなのだと言うとりますけども、これいいね結構もらってますけど、特別プレゼントって何だったんだろうね。今のところ何なんかは分からないんですけど、これに対してコメントをしていきたいんですけど、まずですね、これにコメントするとどんぐらい好感度が上昇するのかというのを確認していただきたいんですが、今リョも好感度ゼロになってますよね。で、この状態でさっきの、タイムラインに表示された武将からのコメントに返信をするとどのくらい好感度が上がるのかということですね。遅い。読み込みが遅いぞ。はい。お待たせしました。で、コメントで、これ多分3択。両毛将軍は治癒を兼ね備えている。そなたに出会えたことは誠に幸運だ。両毛将軍には感服する。ご安心を、我らが共に手を携えて戦いますということなんですけど、これどれを選んでもねそんな違わんとは思うんですけど、まあ一応リクソンのコメントにしてみましょうかね。リョモとリクソン言うたらワンセットみたいなとこあるんで、はい、こうやって返信しました。で、こうしている、こうしたらどのくらい好感度が上がったのかというのを見ていきたいんですけど、多分200ですね。あ、150や。あら、これは意外ですね。というのが、この子竜に対して返答したんに答えたら200上がったんですよ。ただ、両毛は150ということは、これ正解があるのかな？もしかしたら100、150、200とかかもしれないので、正解と不正解がある可能性が出てきました。ただ、当然ながらちょっと今日実装されたばかりのアップデートになってるんで、どれが答えなんかわからないんで、ちょっと正解っぽいやつを選んでもらえたらなと思います。申し訳ありません。で、今、いいねが10に達すると、さらに特別サプライズも登場するよとあったんですけど、僕今見たらね、いいねが10以上ありましたよね。ただその特別サプライズというのが何なのかというのが今のところよく分かりませんので、分かる方はまた教えていただけたらなと思います。またこの動画をね、見てくださってる方、僕のコメント欄なんかにもですね、この言うたら、交換のシステムかのヒントが、まあ、回答されているかもしれないので、ぜひそちらの方もご覧になっていただけたらなと思います。で、そうですね、一応ね、僕のところにもいいねたくさん押していただいてたので、やっぱりまめにね、これからはこのマイスペースを除いて、で、フレンドの方が、まあ言うたら武将がつぶやいてるような状態になってたら、いいねを押してあげるっていうのがね、いいんじゃないかなと思います。特別サプライズが一体何なのかはわからないですけど、まあこうやって押すことに何のデメリットもありませんから、こうやって押せるところは押してあげとったらいいんじゃないかなと思いますね。はい、結構皆さんもう押されてますよね。ゼロの人なんかいないですね。いやー、僕のところにもね、たくさんの方がいいね押してくださって、どうもありがとうございます。もうペーターさんさすがやな、たくさんいいねもらってますけどね。まあちょっと動画を撮ってる最中にこれやることではないとは思うんですけど、まあそこそこでやめますけど、こんな感じでいいね皆さんね、押してあげて交流を深めていただけたらなと思います。お、ここまでは押してるんで、今のところ全部押せました。はい、次は、もうここからはちょっと若干どうでもいい内容になるかな。軍団金融システム、一部の UI を向上調整。この UI っていうのが僕はよくわからないんですが、で、第5段階の報酬を増加ということで、増えたのか、報酬が。そうなん？
ここか。軍団金付加、詳細は報酬プレビュー内の情報をご覧ください。報酬プレビューってどれや、これか。第5段階、おすごい、紫の馬手に入ることになってますね。ということで、これは軍団移動はあまりせずに同じ軍団にとどまって、でさらに、5段階目までね、機運が行く軍団に所属することを強くお勧めしますね。毎週紫の馬タダでもろたらだいぶ変わってくると思いますね。あ、ちなみにうちは必ず機運は最終段階まで行きますので、ただちょっとね、今枠的に厳しくなってるんで、まあ、また機会があればという感じですね。ぜひうちの軍団にもお越しいただけたらなと思います。で、軍団金融システムの解放レベルを軍団レベル25から軍団レベル12調整ということで、新設の軍団でもこの軍団金融を利用できるようになったということですね。はい、次、国戦システム、国戦同盟申請を取り消すことができるようになりました。あ、これはいいですね。これによって、裏技ももしかしたら、あれは無理か。まあ、裏技っていうのがね、こう同盟申請されとったらそれをほっといて、で攻めた後に、申請を承認することで反撃をできなくするっていう裏技がありますけど、あれを、まあ言ったら初日の段階でもう同盟申請を承認してもらえなかったら、もう申請を取り消してね、そういうハメ技を食らわないようにするというのも大事になってくるんじゃないかなと思います。これはナイスだと思います。で、聖母システム、聖母交換商店にて高級更新を使用する場合、指定された数字に応じて星屑を進呈ということなんで、あ、これも栄養素ですね。あまりにも星屑が溜まりにくいということで、まあ、星屑をただでというか高級更新をしたらくれるようになったということですね。どんぐらいくれるんだろう。どこから製図に行けたかな。ここか。交換商店で、高級更新で、更新成功後に贈呈。あ、これ9とかにやった方が、これもらえる星屑が、まあビビたる量ですけど、多いんですね。456で100で、78が150で、9が240ということになってますね。はいはい。これも、まあありがたい、まあアップデートかなという感じですね。武将ボイス、一部の武将ボイスを実装、両遠霊、猛角、文王、劉備、天意、新社交中、武神支流、高等2強ということですね。これは、まあ、もうすでに気づいてる方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね。なんかね、まあ、こういうボイスができたのはええかなと思うんですけど、ちょっと前のボイスに比べたら棒読みなような気がするんで、声優さん使ってんのかなと。いうちょっと疑問が生まれちゃいましたけどね。まあまあまあ、これはそんな良くも悪くもないことかなと思います。で、その他工場調整、主上メイン画面のテーマを冬から春へ変更、一部の UI を調整、従来の設定ボタンをアカウント情報の画面に移動、で特殊障害物、金の豚、爆竹、花火、雪だるまなどは一括除去機能から除外されました。今後、特殊障害物は手動でしか除去できないように調整。これはありがたいですね。僕も間違ってね、最終チェックが入るにもかかわらず、この特殊障害物を消してしまったことがありますので、まあ、これはいいことだなと思います。で、不具合修正。一部の武将がチャットにて共有できない不具合の修正。あ、そんなのがあったんですね。悪雷転移が瀕死状態になるとき、名馬運動説のスキルが無効になる不具合を修正。えげつないな。これ全然知らんかったわ。僕、転移に、うんちゃん乗っけてるんですけどね。で、加工現状がスキル発動後、モデルが表示以上の不具合を修正。これも知らなかったですね。コト2強の分身で発動したシールド値が半減しない不具合の修正。これもあかんやろ。え ?2 強の分身で発動したシールド値が半減しない。まあいいや。劉備と2強が同時出陣するとき、劉備のダメージ軽減効果が異常になる不具合の修正。そんなもあったん？これ大きく変わってくるんじゃないですか、この2つで。ただ、戦後使いにとっては何の関係もないことだと思いますけども、地上戦とかやってる方はもしかしたら影響あるかもしれませんね。軍団レベルが軍団機運の解放レベルに達していないにもかかわらず、軍団チャットにて軍団機運のメッセージが届
不具合の修正。これは腹立つな。できんのに何送ってきよんねんという話になりますけども、まあ、軍団レベルが10でもうできるようになるということなんで、ほとんどの軍団ができるようになったんじゃないかなと思います。で、メンテナンス中はゲームへのログインができません。終了予告時刻は状況により前後する場合がございます。ご理解とご協力よろしくお願いします。ということで、今回のメンテナンスの情報の説明は以上とさせていただきます。だいぶ喋りましたね。今回かなり、てんこ盛りな内容になってたので、まあ、今回の動画見ていただいてね、知らなかったことがね、一つでもあったということであれば、僕もこの動画作った甲斐があったなという感じですね。で、一応突破支流に関しては、まだまだ、ちょっとできてないところ、説明できてない部分や、知りたいこといろいろあると思うんですけど、それについての説明は今回ほぼできていないような状況になってますので、いろんなね、リプ用意させていただこうと思ってますんでね、またそれは皆さんに、お知らせしつつ、まあ、サムネとかね、動画のタイトルで、武神支流のことについてというのはしっかりね、表記させていただきますのでね、興味ある方は今後ぜひ見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。そしたら今回の動画がですね、面白かったとか役に立ったと思っていただける方はですね、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。